はい、改めまして和歌山大学の入川です。私は教育学部で英語教員の養成に携わっています。このシンポジウムにお招きいただいて本当に嬉しく思います。このシンポジウムでは、教員養成に携わっているということもありますので、大学だけではなくて、中学校や高等学校も視野に入れて、日本の英語教育の目的についてお話したいと思います。目標、当面のではなくて目的、より長期的な目的の方です。その日本の英語教育の目的とは何でしょうか。もう今日さまざまな議論がありましたけれども、日本では100年以上ももう前からですね、英語教育には教養的な目的と実用的な目的の2つがあるというふうに言われてきました。私は基本的にこの2つの規定ですね、二重規定は正しいというふうに思っております。でその上でですね、この後でお話しするように、日本の今日の日本はですね、経済界の非常に強い圧力によりまして、教養的な目的のところが取り去られてしまいまして、すぐにこう使える英語という意味での仕事で使えるといった実用目的のみが強調されるようになってきました。今日たくさんの指摘があった通りです。異常なまでにそうなっています。でこのことが日本の英語教育を極めて歪めているんじゃないか、英語に限らず言語教育として取った場合にはさらにその歪みはひどいというふうに思います。で、英語教育には教養目的と、実用目的、その両側面があるわけですが、戦後に関して言うと、この1945年以降ですね、第二次世界大戦に敗れた後の英語教育の目的は何かというふうに考えたときに、私は今日表題で挙げましたけれども、平和、民主主義、そして民族連帯という、そういったことを担う日本人を育成すること、これが日本の英語教育の終極的な目的だというふうに考えています。でこの目的は私が勝手に考えていることでは実はありません。結構忘れられてはいるんですが、非常に大事なことなんですが、日本の教育の目的、当然そこには英語教育も含まれますけれども、この教育の目的は1947年に施行されました教育基本法によって、その第1条によってはっきりと定められています。そこには次のように書いてあります。教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家および社会の形成者を育成するために行うという言葉がはっきりと書いてあるわけです。この教育基本法は一切の戦争放棄と軍事力を持たないということを定めた日本国憲法と同時に制定されました。これらが誕生した背景には、1945年まで戦われた戦争への痛烈な反省があったわけです。このことをもう一度思い出す必要があるというふうに私は思います。日本は戦前、朝鮮半島や中国大陸などの周辺諸国を侵略し、ナチスドイツおよびファシストのイタリアと軍事同盟を結んで第二次世界大戦を戦いました。そうした戦争を遂行するために国民を教育を通じて動員したわけです。ここで当時の教科書を見てみましょう。1930年代の中学校の文部省検定済み教科書です。英語教育も例外ではないわけです。英語教科書にはこのようにヒットラー、そしてイタリアのムッソリーニがですね、英雄として礼賛するような教材が載っておりました。1937年に日本は中国との戦争を本格化しますけれども、その中国大陸から凱旋する兵士たちを、これは教科書のフロントページでカラーで英雄として載せるという、英語教育がこのように戦争に動員された、英語教師が動員されたという歴史があるわけです。だからスキル主義は怖いわけです。スキル主義の弱点はナイフを研ぐようなものです。それが人殺しに使うのか使われるのか、あるいは寒い隣人にですね、シチューを作ってあげるためにジャガイモの皮を剥くのか、私は単にナイフを磨くだけではなくて、それをどう使うかということをしっかり教育で教えるべきだ、その立場に立っております。ここアドリブです、ごめんなさい。この教科書も言ってみましょう。強烈ですね。これで単語を教えたわけです。ガンですね、 GUN ガン、エブリバディガンです。そして TANK タンクですね。はい、こんなふうに実際にこれが使われた教科書です。
まあ、しかしこういった歴史を経てですね、日本は1945年に戦争に敗北しました。教育制度も大きく改められました。これは戦時中に作られた教科書、1943年の教科書ですが、戦車のところに墨が塗られています。いわゆる墨塗り教科書ですね。こんなふうに戦後の教育は戦争を否定することから始まりました。日本人は学校教育を二度と戦争の道具にしないという、その誓いに基づいて日本国憲法と教育基本法を自ら制定したわけです。でそこに先ほど言いました、教育は人格の完成と平和で民主的な国家及び社会の育成者を形成者を育成するという、こういった目崇高な目的が掲げられたわけです。私たちは日本人だけで300万人の犠牲者、周辺アジア諸国を入れますと1000万とも2000万とも言われる犠牲者、その戦争の犠牲者の上にこのような目的、教育の目的が定められたということを片時も忘れてはならないというふうに思います。したがって私は英語教育の終局目的も世界の平和、民主主義、そして民族の連帯に寄与するものでなければならないと、こう考えるわけです。でこの日本が誇る教育基本法の崇高な理念はですね、悲惨な戦争の教訓を踏まえて戦争の再発防止と、そして諸民族の友好という、この目的のために生まれた欧州評議会 EC、 そして本日のテーマであります共通参照枠、この精神と共通するものです。共通するものです。ここは大事だと思います。しかし違いはその後です。ヨーロッパの人々が戦後一貫して平和、民主主義、民族連帯のための言語教育、これをどう具体化するか、一貫してそれを具体化するために、実践するために進んできたのに対しまして、残念ながら日本の政府、あるいは文部省、文部科学省はですね、それとは反対の政策を取ってきていると言わざるを得ません。そうした日本の外国語教育政策の問題点を、フランス革命のスローガンだった自由、平等、博愛という、この3つのキーワードに基づいて明らかにして、今日の日本の外国語教育が抱えている問題点と、そして課題、目標ですね、目的を考えてみたいというふうに思います。キーワードの第1は自由です。日本のほとんどの生徒たち、子どもたちにはですね、実は外国語を選択する自由が与えられていません。小学校と中学校は特にそうですが、英語しか教えていないという状況がほとんど 100% という状況です。しかも政府は1998年から中学校の外国語科、名前は外国語科なんですけれども、そこにおいては英語を履修することを原則とするという、およそヨーロッパの理念であります複言語主義とは正反対のですね、英語一辺倒主義を強めています。で今グラフにのスクリーンに映っておりますのは、これは高校での、日本の高等学校での英語以外の外国語の履修状況です。年々増えているということは歓迎すべきだと思います。しかしながら現在でも高校の3分の1程度しかまだ英語以外の外国語を開講していない。これは学校の数です。そうではなくて履修者、実際学んでいる生徒の割合で見ると実に 1.3% しか英語以外の外国語を学んでおりません。で、どんな外国語かですが、近年の経済的な関係が影響してでしょうか、中国語が非常に伸びております。以下韓国語、まあ、周辺のアジア諸国の言語を学ぶことは とてもいいことだというふうに私は思います。大学でもですね、1990年代以降英語以外は学ばなくても卒業できるような形に政策を転換いたしました。国を挙げての英語一辺倒主義です。こうした英語一辺倒主義が問題なのは、日本人のですね、世界への認識、これをですね、非常に歪めているのではないか、いびつにしているのではないかということです。これは2011年の政府総理府、内閣府ですね、現在の調査です。
日本人が最も親しみを感じている国はアメリカ合衆国で、その割合は実に 82%、 平均して 82% にも達しています。他方、中国に対して親近感を持っている国民は 26%、 中東諸国に至っては 14% です。親しみを感じてない国が感じてないという国民が圧倒的なわけです。アメリカがこういったもとですね、アメリカが中東のアフガニスタンやイラクと戦争した場合、侵略をした場合ですね、何が起こるか。日本政府は直ちにこのアメリカの軍事侵攻をですね、支持し協力しました。そうした誤った政策を可能にした背景にはですね、実は言語的にはこの英語一辺倒主義があったのではないかというふうに私は考えます。それによる日本人の歪んだ世界認識が後押しをしたのではないかということです。事実、戦後しばらくの間、日本の英語教科書はもうアメリカ人やアメリカ文化にあふれていました。これは私が中学1年生で使った時の教科書で、私はすっかりアメリカが大好きになりました。テレビでは日々ベトナム戦争やってたんですけれどもね、当時の教科書です。文字通りアメリカにこう憧れをかきたてるような教科書だったわけです。で、1947年に出された文部省の最初の学習指導要領には、英語教育の目的がアメリカなどの英語を話す国民、ここです、英語を話す国民に限られています。英語を話す国民について知ること、特にその風俗習慣及び日常生活について知ることだというふうにはっきりと書かれています。このように戦後の日本の外国語教育はアメリカなどの英語圏の人々に親近感を持つ国民を育成するという、そういう目標のもとに行われてきた、事実において行われてきたし、政策的にもそう書いてあります。それは当時のアメリカの占領政策にも合致していましたし、東西冷戦の中でソビエトと対峙する、そしてその中で日本はアメリカと軍事同盟を結んでいました、結びました。その政策と対応していたのではないかというふうに思います。でこういった教科書で英語を学んだ世代が現在の国の政策を担っているわけです。ですから英語一辺倒の外国語教育政策と、沖縄をはじめとする日本国内にたくさんのアメリカ軍の基地があるという、そういうその軍事的外交的な政策とは大いに関係があるというふうに言わざるを得ないわけです。それから破局的な大事故を起こした福島第一原子力発電所の原子炉はアメリカの技術で作られています。日本の原子炉は基本的にアメリカのコピーです。つまりこれからの日本がですね、アメリカの軍事基地や原子力と決別し、特定の国だけに依存せずに、世界のさまざまな国家や民族と対等平等に協力し合うためには、そして真の平和的な国家へとですね、脱皮するためには、言語教育政策の面でもヨーロッパのように、複言語主義あるいは複文化主義へと進むしかないというふうに思うわけです。ですから日本の私たちが三小学から学ぶべき第一のことは、複言語主義の理念を踏まえて複数の外国語を全ての学校で開講すること、子どもたちに外国語を選択する自由を保障することです。これは英語教師の私が言っております。私はこの英語教育界の異端児であります。しかし理念を考えるならばこう言うしかありません。とりわけかつての侵略戦争や植民地化を行った周辺アジア諸国の言語や文化を学ぶということが非常に大事な急務であります。また当面はしかしそんなこと言ってもですね、人員予算その他の面で英語しか教えられないという、そういう状況が続くにしても、まず第一に英語が多様な外国語への入り口の一つに過ぎないということ、このことをですね、とりわけ英語教師ははっきりと自覚する必要があるというふうに思います。二つ目、英語教科書の中に世界のさまざまな言語や文化に触れる、紹介する、そういう教材を盛り込むべきだというふうに思います。現にそういった教科書は出始めてますし、また広がっています。そういった流れを加速する必要があるというふうに思います。キーワードの二つ目、平等であります。日本の外国語教育は平等でしょうか。日本の子どもたちは外国語教育において極めて不平等な扱いを受けています。特に
過去10年ほどの間に猛威を振るった新自由主義の政策によりまして、裕福な家庭の子どもほど英語の成績が良く、貧しい家庭の子どもは成績が悪い、今グラフで示しております。このように親の経済力と子どもの学力が正比例するような格差構造、これが強まりました。特に成績の中下位層の英語の成績ですね、比較的貧困な家庭の子どもたちが多いんですが、この英語の成績が著しく下落しています。日本政府の教育への公的支出、これは奨学金含めてですね、 GDP 比でたったの 3.3% です。これは先進国 OECD 加盟諸国32カ国の中でなんと32位、最下位です。そのため、私費ですね、公的なお金でない私費による教育費の負担が非常な重荷となりまして、親の年収が多くないと大学に進学できない、ご覧のように年収が上ほど4年生大学に通っております。こういう非常に歪んだ非平等不平等のですね、政策が進んでおるわけです。それにもかかわらず日本の文部科学省は英語を得意とする生徒だけを伸ばす、英語エリートですね、これを伸ばす政策をとっています。その典型が経済界の意向を反映して実施した英語が使える日本人の育成のための行動計画で、その改訂版として昨年2011年に文部省の検討会が発表した国際共通語としての英語力向上のための5つの提言と具体的施策という非常に長いタイトルですが、これらに示された政府と財界の英語教育の目的は、まあ一言で言うことができます。これはグローバル企業のための英語が使えるエリートの育成、一握りのエリートの育成と、そう要約できます。そのためには理念、目的、哲学を忘れてひたすら英語のスキル、まあ、ナイフを研げ研げという、そこだけを向上させようという、そういう利益目的の内容です。そこでは外国語の教育の目的として掲げられるべき平和、民主主義、諸民族の連帯といった理念は全くありません。非常に細かいですから、ぜひホームページで、文科省のホームページで帰った後ご覧いただければと思うんですが、5つの提言が掲げている方針は次のような内容です。まあ、今後の日本の英語教育、外国語教育政策に非常に大きな影響を与えると思いますので、少し詳しく検討したいと思います。1つ目、まず5つの提言は、中学校卒業時に英検3級高校卒業時に準2級以上の取得を目標に掲げ、まあ、これが目標です。各学校で 学習到達目標をキャンドゥリストの形で設定し、これを公開しなさいというふうに言っております。理念なき数値だけの一人歩きです。このキャンドゥリストというのはおそらく参照枠から取ってきたものでしょう。しかしこれまでこのシンポジウムで見たように、欧州協議会の外国語教育政策とは異なって、日本では英語のスキルという狭い目的のためにこのキャンドゥリストを利用しようとしています。大阪の橋本さんのですね、教育基本条例案が示しているように、現在の日本でもしこれを実施すれば、このキャンドゥリストや数値ということ、目標設定そのものがですね、教員や学校の管理統制に利用され、あるいは子どもたちの成績競争に利用される、成績の悪いところはスクラップとなるという、こういったことに使われるのではないかと思います。そういう意味で私は今の現状、日本の現状では安易にこういったキャンドゥリストを作ることに疑問を感じています。2つ目です。英語教員には英検の、ここでもまた英検なんですが、英検の準1級 TOEFL の80点、 TOEIC 730点以上取得させなさいというふうに文科省は言います。その達成状況を把握して公表しなさいと、何割の先生が目標の数値に達したかを公表しなさいというふうに書いてあります。しかし今日も出ましたけども、 TOEIC というのはビジネス英語です。 TOEFL は北米留学のための試験ですよね。そういった目的の違う試験で、どうしてですね、英語教員の能力資質が測れるでしょうか。3つ目です。英語教員に集中研修を課し、日本人若手英語教員米国派遣事業、ここでも米国なんですが、若手の先生をアメリカに派遣しなさいというふうに言っております。一見いいように聞こえますが、この目的が書いてあります。何のためか、日米同盟の進化発展のためと書いてあります。外務省のホームページにそう書いてあるわけです。
軍事目的なんですね、実はね、これ、はい、安易に罠にはまらないようにしましょう。4つ目、優秀な外国人や外国の実務経験者を積んだり、海外の大学を卒業したりするなどで高度な英語力を持つ日本人、これをですね、雇いましょうと言っております。免許はいらない、はい、英語のスキルだけ高ければ英語教師がやれるほど日本の中学校高校は甘くはありません。やってごらんなさい、どんな目に遭うか、はい。5つ目です。英語教育の拠点校を250校ほど作り、そこには優秀な教員と資金を集める。ここまたこれです、優秀なところにだけお金を集める。そうしますとますますそうでない学校との格差が広がるということです。6つ目、学習動機を高めるための方策が書いてあります。一つだけ言います、国際的なディベート大会などに出場する。何人が行くんですかこれでですね、上位層向け、上位成績上位者だけを視野に入れた政策なんですね。で結局英語を苦手とする子どもたちをどういうふうにこう引き上げるかということについては一切触れておりません。一クラスの上限が40人などとい う日本はそういう状況で語学教育をやってますが、先進国でおよそ考えられないような大規模クラスをですね、どう緩和するかとか削減するかとかですね。それからアンケートでいきますと、中学校の英語の先生の9割以上、98% ほどはですね、過労死線上の超過勤務を強いられています。ほとんど全員が死にそうです。そういう超過勤務を強いられているという劣悪な条件をどう緩和するか、これについてはこの提言は一切書いてありません。まあ、このようにですね、現在の日本の外国語教育政策の目的は外国語を学ぶその平等を保障するものではありません。そうではなくて、英語で仕事をするという、その先ほど出ましたように仕事で英語が必要な人は 10% 足らずです、せいぜいですね。その英語エリートだけに英語力をつけさせるという、そういう方向を向いているわけです。そのための予算もですね、教員も増やさずに到達目標の数字だけを示して教員と生徒を追い立ててしまうという、追い立てていくというのが日本の残念ながら現状であります。他方フィンランドなどのですね、北欧諸国などを見ますとですね、平等とそして共同ということを基調とする教育政策が進み成果を上げています。国民全体の学力水準を高めています。私は日本人の外国語能力を高める鍵もこの平等そして共同の教育政策にあるというふうに考えています。私自身英語が得意な人も苦手な人も共に伸ばす共同学習ですね、こういったことで事業改革を進め、また広げるように運動を進めています。すべての子どもたちに外国語の学力を保障すると、こういう目標を掲げることは特に大事なことです。すべての子どもたちにということです。低学力のまま放置したならば、低賃金のですね、非正規雇用や失業状態に追い込まれ、アメリカが現実にそうですけれども、やがて子どもたちがイラクその他の戦場に送り込まれる、他に仕事がない、そういう状況になりかねません。キーワードの最後3つ目は博愛です。博愛は民族、言語、文化、宗教などの違いを超えて、誰もが他者を自分の家族のように愛するということです。そのために必要不可欠なことは、お互いの意思疎通を図るための外国語の素養、そして異文化理解です。この博愛の精神に基づく外国語教育のことを、私は今日平和民主主義諸民族の連帯の外国語教育というふうに呼んでいるわけです。この目的はですね、3つあります。最後に提案します。まず第一に、外国語の学習を通して異なる言語や文化に対する理解と寛容な態度を育て、平和、民族、共生、民主主義、権利擁護、環境保護のために世界の人々との理解、交流、連帯を深めるということです。2つ目、将来外国語を使う必要に迫られたとき、これは直ちに役立つというわけではありません。将来必要に迫られたときに、自分の力で外国語を習得するための基礎的な素養、そしてそのための学び方を教え、生涯にわたる自立学習者を育てること、これが目標の2つ目です。最後3つ目、
外国語学習を通じて母語である日本語を再認識させる、母語の能力を鍛えることで豊かで批判的な思考力を高める、そしてそれによって政府などの権力や原子力関係者、いわゆる原子力村の嘘つきたち、あるいはメディアの嘘に騙されず歴史を自ら主体的に作り上げる主権者を育てる、この3つが外国語教育の目的だと思います。以上の目的に向かうならば、外国語教育に携わるという私たちの仕事はですね、大変やりがいのある仕事だというふうに思います。でそれは世界の平和、民主主義、諸民族の連帯ということに貢献する仕事だからです。そうした目的のために参照枠から学び、日本語の外国語教育をより良い方向に持っていきたいというふうに思います。ご清聴ありがとうございました。